このですね、マスター2、M2 セットというふうに呼んでますけどもね、はい、特徴は、今走っておりますように、一つの列車が本線上走ってますね。そうですね。はい、そして、対比線がございまして、はい、こちらにもう一つ、列車が止まっていますね。そうですね。今走ってるのが浅間号で、止まっているのがスーパーレールカーゴですね。そうですね。1899浅間号が走っていて、レールカーゴが止まっていますね。はい、はい、ゆっくり帰ってきました。今、対比線、本線の方ですね。そうですね、本線に止まります。本線の方に、の駅に入って、はい、ゆっくり入ってきます。速度が落ちていって、停車をします。はい、止まりました。はい、そしてですね、はい、そうですね、ポイントを切り替えて。そうですね、はい、はい、切り替わりました。はい、今度は対比線側に止まっていたスーパーレールカーゴが出発するわけですね。はい、対比線から本線入ってぐるっと一回り。そうですね、そうですね。このようにですね、2つの列車を交互に動かすことができる、これがマスターセット2の大きな、はい、特徴となっておりますね。ここに、この列車を加えて遊んでみたいという場合ですね、はい、はい、どうすればいいか、はい、こちらにですね、6番ポイントと呼ばれるですね、ちょっと、少し、大きく開いているポイントですね。ポイント、はい、これが2つ足してある、これが実はですね、実は今日の、種明かしなんですね、はい、ちょっと細工した種明かしなんですね、はい、こちらにですね、ちょっと線路を出しましょう、出しましょう、はい、種明かし、こちらです、はいはい、こちらの線路を加えることによって、簡単に引き込み線が、を設けることができると、はい、それでは早速やってみましょうか。つけてみましょう。でちなみにこのレイアウト、はい、ですね、大体、大きさがですね、2m×70cm ぐらいの大きさなんですが、ちょうどこちらの方にもありますが、はい、2m、2056mm×696mm、 そうですね、だから 2m ちょっと ×70cm ほどの、はい、大きさ、大きさになりますね。そうですね、はい、ちょうど家にこれを置いた時のイメージだとすると、はい、4畳半の4畳半、はい、ね、イメージですね。4畳半というと大体6畳に家具が、置いた残りのスペース、はい、大体それぐらいのスペースになりますかね。そうですね。それではですね、早速、この列車を本線に入れたいんですけども、はい、今、本線には1本、1899浅間川止まってますね。そうですね。これを新たに設けたこちらの引き込み線ですね、こちらの方に入れていきましょうか。はい、はい、ポイントを切り替えます。本線側のポイント直進になるように切り替えます。はい、これで切り替わりました。そして浅間号を出発させます。はい、駅に止まっていた1899浅間号がゆっくりと駅を出ていって、はい、今度は対比線に入ってきます ね。 そうですね、はい、今度は行き止まりですので、まあ、ゆっくりゆっくり行こうと思います。はい、はい、対比線に今入りました。次に新たに買ってきた車両ですね、はい、489系白山号ですね、はい、こちらの車両を、そうですね、ポイントを開けて発車させます。発車させます。はい、はい、白山号無事に本線上走っております。はい、はい、これがですね、マスターセット2にですね、はい、引き込み線を2本使って、3本の列車、はい、を使った遊び方ですね。